こんにちは、折り紙パンダです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。はじめましての皆さん、ぜひおいしい容器を。このチャンネルでは誰もが子供の頃に折ったことのある馴染み深いものから、びっくりするくらいにリアルで複雑な造形のものまで、いろいろな折り紙作品の紹介を動画でわかりやすく発信しています。折り紙の基礎知識や折り方のテクニックなど、ためになる情報なども不定期に発信していますので、興味のある方はぜひチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。動画の最後には我が家の猫たちによるゆるゆる動画もご用意してますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。皆さんのおかげでこのチャンネルも多くの方にご覧いただけるようになりました。本当にありがとうございます。そして今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ご紹介するのはクジャク。複雑に重なり合う山折りと谷折りで構成された、放射状に広がる鮮やかな羽がこの作品の難易度というか面倒くささが一目でわかりますね。この作品の難易度は5段階表示で4、推奨の折り紙サイズは25センチとなっております。皆さん、お手元に折り紙のご用意はできましたか？では折っていきましょう。はい、それではクジャク折っていきます。まず紙が3等分になるように折り筋をつけていきます。3等分にした間にさらに折り筋をつけていきます。対角の折り筋をつけていきます。こちらの方向にも3等分に折り筋をつけ、さらに6等分にしていきます。はい、これで縦横に 6×6 マスの折り筋をつけることができました。ここからさらに折り筋と折り筋の間にもう1本ずつ折り筋を入れて、 12×12 マスの折り筋をつけていきます。このチャンネルを見てくださっている方だったら、ひょっとしたらもう見慣れた光景かもしれないですけれども、これはつまりあれですね、ひたすら折り筋をつけ続けるという、僕の忍耐力が試されるそんな作品かと思います。はい、これで 12×12 マスの折り筋をつけることができました。次に一辺の角から1マス2マス、この部分ですね、この部分を除いた残りすべての正方形のマスに対角上の斜めの折り筋をつけていきます。はい、これで対角に細かい折り筋をつけることができました。ここからですね、さらに今つけた折り筋の真ん中にもう一本ずつ折り筋を入れていきます。はい、これで、斜めの折り筋付け終わりました。ここでさらに、縦横のこの四角い折り筋、ここの間にもう一本ずつ折り筋を入れて、さらに細分化していきます。はい、ようやく折り線をすべて付け終わることができました。はい、では順番に折っていきます。ついている折り筋だらけですけれども、ついている折り筋で半分に折ります。さらについている折り筋で折り返します。こちらを開いて、立ち上がってきた部分を
内側を広げて平らになるように潰しながら折りたたんでいきます。そのままもう一度閉じていきます。こちらの内側を開いて重なっているひだを伸ばすようにしてこのように折りたたんでいきます。縁を内側に倒すようにして折りたたんでいきます。反対側も同じように折っていきます。この折り筋を使ってこちらの縁を沈め折りにしていきます。こちらはクローズドシンクといって閉じた形の沈め折りになりますね。この縁を左側へ倒します。さらにこちらの縁も左側へ倒します。一つ目の折り筋で中割り折り、そのまま中割り折りを繰り返してこんな感じになります。反対側も同じです。ついている折り筋を使ってこちらを反対側へ折り返します。でそれと連動するような感じで、谷折りと山折りをすべて反転させていきます。こんな感じですね。この要領で他のひだもすべて同じように折っていきます。はい、こんな感じになります。ついている折り筋を使って先ほどと同じ要領で山折りと谷折りを入れ替えながら順番に折りたたんでいきます。はい、こんな感じになります。こちらを引き剥がすように開いていきます。内側で折りたたむようにして折っていきます。内側を開いて潰すように折りたたみます。こちらも同様です。真ん中の部分から引き出していきます。内側を開いて潰すように折ります。内側を開いて縁と縁を合わせるように折りたたんでいきます。こちらの縁に沿って中割り折りをします。この縁に合わせてこちらの角をかぶせ折り、さらにかぶせ折りをして頭を作っていきます。足先はこの角を中割り折りにして足先を作っていきます。この部分を中割り折りにしてこの折り筋を基準にして外側に段折りにしていきます。自然と開いてきた羽を左右に伸ばして羽を大きく左右に広げて、はい、これでクジャクの完成です。
今回おりましたクジャク、この形状をご覧になれば想像がつくかもしれませんが、とにもかくにも根気のいる作品でした。一つ織り上げるのにかかった時間は3時間から3時間半くらいかな。このチャンネルでご紹介した折り紙作品の中で最も時間のかかった作品となったのですが、そのほとんどがひたすらに折り筋をつけるという作業に費やされたものでした。なのでこのクジャクを折るために必要なスキルが何かと問われれば、技術や経験よりもただただ根気に尽きると、個人的にはそんな風に思うわけであります。作者の前川淳さんは1958年生まれ、サンリオ社さんから1983年出版されたビバ折り紙シリーズ、既存の折り紙作品からは考えられないくらいに精緻で造形美に満ちたものが多く、後の折り紙作家さんに強く影響を与えたと言われています。有名な悪魔や三つ首の鶴なんかも前川さんの作品、現代の折り紙界の礎を築いたと言っても過言ではありません。まさに生きるレジェンドですね。本日折りましたクジャク、こちらの本格折り紙入門から上級までという本に詳しい折り図が載っています。今回ご紹介したクジャク以外にも魅力的な作品がたくさん載っているので、めちゃくちゃおすすめの一冊です。概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方はぜひお手に取っていただければと思います。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が少しでも面白かった、ためになった、折り紙を折ってみたくなった、そんな風に感じていただけたら光栄です。今後も皆さんに楽しんでいただけるようたくさんの動画を投稿していきたいと思っています。あなたのご意見やご感想、リクエストなどいただけると動画作りの大きな励みとなりますので、高評価ボタンやコメントをぜひぜひお願いします。あなたのリクエストで次回の動画の作品が決まるかもしれません。あとセカンドチャンネルを作りました。概要欄にリンクを貼っておきますので、よろしければこちらもご覧ください。本日はこれでおしまい。日を追うごとに日照時間が短くなり、僕は仕事帰りに綺麗な夕日を拝む機会が増えました。沈みゆく夕日の放つ諦めに似たような穏やかな光は、疲れた体に疲れた心にそっと寄り添ってくれるような、そんな優しさをふと感じるこの頃です。皆さんにとって心が休まる時間はどんな時でしょうか。人それぞれの癒しの時間を大切にしつつ、明日への希望につなげていけたらいいですね。それではまた次の動画でお会いしましょう。折り紙パンダでした。またね。